はい、ということで皆さんおはようございます。ジャストナガです。今からトレーニングの方を向かいたいと思います。これめっちゃうまい。これとこれをいただいて、で水も買いました。今日は腕トレやっていきたいと思います。でシャーリーとも合流して、ヤッホー、おはようございます。でちゃんとね、こういった感じで弁当も2食分作ってきました。こっちがレバー見えるかな、で 150g で、こっちがいつものオムライスで、こっち米 150g っていう感じで、はい、弁当もしっかり作ってきて、まあ、体調としてはね、めちゃくちゃ元気で、人と違う道を行けって感じです。いただきます。くっはー、美味しい、グッド、美味しい、今頭痛い、you know? いや、頭痛い、ブレイクフリーズ、美味しい、美味しい、美味しいんだ、美味しい何が努力全部無駄だったねえだ。
お前らには分かんねえだろうけどな、めっちゃくちゃ努力を重ねてんだよ。目的を持ってしっかり毎日逃げずに、嫌になっても練習を続けて、それで結果につながってんだよ。だから人の努力を笑うんじゃねえ。俺はな、てめえで努力もしねえで人の努力を笑う人間が一番嫌いなんだよ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査され、その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれる。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。なりたくば食らえ。朝も昼も夜もなく食らえ。食前食後にその肉を食らえ。飽くまで食らえ。飽き果てるまで食らえ。食らって食らって食らい尽くせ。バカ、今見ている俺の体、実はこれ本来のサイズではない。ではなぜこうもコンパクトに収められているのか。この筋肉を閉じ込めている扉を開いたのだ。そのサイズはおそらく立ちどころに皮膚を突き破り、君たちを押しつぶし、建物を破壊し、外尺にも収まらず天にまで達するだろう。